グレード X0。 ライダーゲーム、ゾンビアクションゲーマーレベル X0 だ。え？はい、こんにちは。はい、じゃあねまるです。今日はこちら。うん。RKF の仮面ライダーローグと仮面ライダーゲーム、ゾンビアクションゲーマーレベル X0 です。そんなわけでちょっと前に出てた RKF を今日は開けて遊んでみたいと思う。俺は神だ。じゃあ開けていきましょう。はい、こちらが仮面ライダーゲームゾンビアクションゲームはレベル X0 ですね。はい、どうでしょうか。お、まあまあいいんじゃない。そうだね、うん、胸パーツがこれメーターになってるんだね、うん、ここステッカーだったけどね。可動は一緒かな。一緒だね、うん、一緒。いろんなところがちょっと省略されてて、うん、でなおかつねこの白が明るい白なんだね、うん、なんで以前出てたこのレベルアップライダーシリーズのゲーム、うん、ゾンビアクションゲーマーに比べると若干チャッチー感じがするかなって気がしますね、うん、ちなみにこの時はこれはあのバグルドライバーが刺さってたんだけど、うん、あのエイシン君がこれベルト差し替えてますね、はい、はい、こう考えるとこれ良かったよね、うん、当時もすごい気に入ってたもんね。背中から見ると分かるんだけどメタルの塗装が RKF の方は省略されてますね、うん、はい、で一応手首パーツ2つついてて例のこのゾンビっぽい手首になってますね。ブワーってそうそうそう。武器はガシャコンスパローがついてて、うん、で手に突起があってねガシャコンスパローの方に穴が開いてたので、うん、こうやって持たせることがちゃんとできますね。そうだね、はい、はい、ちょっとポージングしてみましたけどこんな感じ。あー、ゾンビらしい。ゾンビっぽいね、うん。はい、ということでこちらが仮面ライダーローグですね、うん、これ結構いいかもね。そうだね、うん、これでビルド系の RKF は全て出揃った感じかな。そうだね、揃ったんですごいね。まさかローグまで出てくるとは思わなかったね、うん、で、このちゃんとね、エイジン君見つけたんだけどこれ、うん、割れ物マークがついてね、すごいね、再現度ね、よかったね、うん、こういうのちゃんとあるんだね。で、ボトルチェンジライダーシリーズのローグと比較してみるとこんな感じ。そうだね、若干紫色が薄いのかな、うん、まあ、そのせいでちょっとチープな感じ、うん、安っぽい感じがするね。そうだね、うん、でもあとはすごいいいね。そうだね、よかった、うん、でもボトルチェンジライダーシリーズのローグはちゃんと上まで手が行くんだけど、うん、この RKF のローグはこの傘パーツで干渉しちゃって、ああちょい邪魔なんだ。そう、こうやってやればいいのかな。うん、あこうやればできるね。なるほどね。はい、エイシン君ポージングしてくれましたけどこれはクラックアップフィニッシュの時ですね。ああ、こうやってあのグワッグワッグワッ挟むやつね。そう、なるほど。これちゃんとあれだ、手首パーツ変えたんだこれね、うん、ああいいね、ちゃんとついてた。いい感じ。私はゲームマスターの仮面ライダーゲーム、私の許可なく新しいゲームを売ったり作ったり遊んだりすることは認めん。世の中のみんなをゲームまみれにしてやる。そうはさせんか。お前は誰だ。私は仮面ライダーローグ。仮面ライダーローグ、そうか、私は神だ。神だからこんなこともできる。何、二人に増えた。どうだ、しかも俺より大きくて塗装も素晴らしいぞ。え、それ向こうの方が神なんじゃ。なんだと。よし、お前やれ。うわ、何私は神だ。それしても同じこと言っている。
なら私も使わせてもらう。何？そんなバカな。私も仮面ライダーローグだ。バカな、そんなバカな。お前らも二人、二サイズいるのか。ああ。そうかならば仕方ない。私は神だからな。最大のパワーを使ってやる。俺たち三人の力はすごいだろう。三人目ってお前かよ。へえ。はい、ということで今回はRKを仮面ライダーローグと仮面ライダーゲームゾンビアクションゲームはレベル X0 でした。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中だからよろしくね。ということで今回は以上でございます、はい、バイバーイ。